わー、裸が出てきた、出てきた。遊びだけなら大丈夫、旅行ぐらいはいいんじゃないですかね。人じゃないでしょ。おー、怖い怖い。彼氏の人形人形と嘘をつくなら、皆さんちゃんとやってください。ハロー、こんにちは、ハローライテ。ごきげんよう。今日はこのダウトをちょっとやってみたいと思います。そう、これオープニングかっこいいんだよね。飛ばすけど。なんだこれ。名前を書いてます。名前を書いてんな。名前なんでしたっけ、この一頭。え、この人誰誰誰か、この人、この方、名前、なんだろう。 LPG? じゃあ、私の名前 LPG。 この番組の名前じゃないか。あ、本当だ。なんだ。LPG、 あ、LPG。 あ、できましたー。なんか見せなくていいんだ。これ面白い。やってるのを見るの面白いです。そうそうそう。お、部屋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 。あ、これ、あれ、なんかいい。おー、静雄の部屋片付。静雄って何ですか。静雄ってすげー。静雄って誰だよ。名前名前名前。あー、名前なんだ。日曜の夜10時、私がずいぶん前にもらった合鍵で、彼氏の静雄の部屋にやってきた。おお、怪しい。ずいぶん前に合鍵もらってたけど、意外に合鍵もらったんですって。いや、いやー、いやー、これ危険なやつだね。男どうだ、彼氏のいない間に彼氏の家に、男同士の温泉旅行に出かけていて、肩に入っちゃったんですって。あ、それ絶対上手いかけて。おー、それダメだろ。ダメだろ。に再会すると熱弁していた静男同士の温泉って行かないよね。な、何ですか、男同士の温泉。ちょっとショックだったけど、わがままを言わずに済んだと。だいたい浮気相手で、それを男同士とカモフラージュするためだ。そう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 。3年半付き合ってて、ね、3年半付き合ったんですって。あ、それ完全にもう完全にもう浮気の、浮気を隠してるパターンやね。ミサとついてねえし、どうした、今忙しいんだ。いい男だから、ぜひミサトさんにって紹介された人がいて。え、まさかお見合い。そんな、なんかすごくリアルなんだけど、村長の古い知り合いの、これ本物なんですかね。知らない知らない、それ俺コメントできない。ノーコメント、ノーコメント、ノーコメント。最後まで聞いてから断るんだ。お母さん、今私付き合ってる人がいるの。卒業した大学も勤め先も超一流で、背も高いし、イケメンで、声が高い、返しない、まさに理想の結婚を、声がない、ちょっとリアルすぎる、リアルすぎる、本当に入ってるんじゃないですかね。そんな人がいたの、それなら紹介しなさい。ストーリーと全く関係ないけど、ここストーリーと関係ないと。わー、花束が出てきた。あれ、静雄なんでこんななんか上半身裸なの。いや、これ静雄、これ静雄っぽいです。やっぱり温泉に行ってるから、温泉からこう自撮り。これなんで温泉ですかね、これ。海が見える海が見える温泉じゃない。熱海ら辺とか。男同士で行くようなとこじゃないよね。そう、付き合って3年半。互いに争いになったし、おお、そろそろ結婚ね。なんか気持ちが入ってる。すごく気持ちが入ってる。結婚、そろそろ結婚。いや、まだプロポーズされてないのに気が早いかと思いつつ、ニヤニヤが止まらない。でも男同士の目線。向こうの写真とか、ファインドフレンドやってないかな。こういうの見るのはね、危険なんで、ね、彼氏の SNS を見る系。ファインドフレンド。友達を探す出会い系サイト。そんなに浮かれちゃって大丈夫？彼氏との結婚。あなたの知らないところに思わぬ落とし穴があるかも。結婚相手として本当にふさわしいか調べてみましょう。何？怖え。怖え。あ、出会い系サイトに入っちゃったんですね。あ、入った。静岡。怪しい投稿や写真は重要な証拠となりますので、写真を撮ってください。何ですか、何ですか、何ですか、浮気を発見する。この写真、今までデートした時だ。このチェックのシャツに合ってるな。この人は、あの、ミサトですね。ミサトですね。保存していて、おぉ、おぉ、塚田くんハワイにいるらしいよ。あれ、塚田くんと一緒に温泉行ったんだよね。こうやって証拠集めて彼氏の浮気を疑っていくゲームですね。この部屋からしてさ、そう、浮気してるよね、完全に。だってこ黒いソファだよ。黒ですよ、全体。黒だよ。ねえ、トークタイム。誰と、ゆりちゃん来ちゃったよ、ゆりちゃん。箱か。静雄くんの写真見つけちゃったんだけど、このキャラクターは私が好きな設定なんだ。あ、なるほど。これが塗ってたからミサトに教えたんだ。教えたんですね。これユリは誰だね。ユリはミサトの友達。これは浮気してるよね。あ、こ
こうやってもう文章を自分で入れなくて強制的に人違いでしょって言わされるんだ。浮気されてない？まさかラブラブですしか選択肢がない、こんだけ怪しいのに。やっぱり一応これ友達っぽいね。友達ですよね。これがミサトです。すげえな、強制的に終わらせたぞ会話を。心配してくれてる。うるさいよって言って、うん、グッナイトって言って、うん、もう会話を終わらせちゃったんです。ミサトが、ミサトが、あーちょっと強情な、はいはい、ちょっと、まさか浮気、いや絶対ありえない。熱海の男と一緒に温泉の男と言ってる時点で帰ってきた。早くない？静岡帰り、わあ修羅場、修羅場来てたんだ、ただいま。来てたの、ただいま。先にシャワー浴びるからゆっくりしていい、温泉行ったのに。怖、温泉行ったのにシャワー浴びるんだ。温泉行ったのに、潔癖症ですかね。温泉行ったのにまたシャワー浴びる。ブラジル人確かに静岡の人なのに。裸で出てきちゃったよ。静岡、静岡彼女という称号を手に入れるため、お、服はコンサバ系に、髪は伸ばして軽く巻いた、いわゆる癒し系の女になるように頑張った、お、彼氏のために頑張るタイプなんですね、この子は。この子はあなたです。リアルや、リアルだ。高収入、高学歴、イケメン、あれですね、昔の参考ってやつですね。古い。昔の参考ってあったあった。バブル時代だよそれ。あんまり見るなよ。俺がいない。意外と可愛いところあるから。寂しかった。意外とか余計なんで、これこんなイチャイチャパートからさ、浮気パートに入ってくんだ。なんか、ね、開き直ってるよね。そうそう、完全に開き直ってるよね。お風呂、お風呂場。え？お風呂場に入っちゃうの？してるよね、また入っちゃうの？また出てきた。本当に信じちゃっていいの？この部屋にまだ怪しいものがありそうよ。探してみて。いやいや、カバンだろ。カバンだろ。なんでしょう、カバンでしょうね。カバンだよね。怪しいものをタップして。いや、見たらわかるだろう。カバンですよね。もうこれどう考えてもさ、一択だよね。これしかないよね。ああ、やっぱり。しかも、もう、え、これもう。なんでしょう。これしかないでしょう。カメラ？怪しいもの。スマホじゃない？あ、クマ。クマ？なんで？なんでなんで、インスピレーション、分かったな、みたい。女の感じ。私たちはスマホを見るけど、ミサトはその、なるほど、それを見る、それ見た。なるほど。何が怪しいか。男同士の。ユリからもらった写真のと一緒だった。まさか静岡本当に。ほう。シャワーの音が止まる。早いな、シャワーの。突っ込むとこそこ。突っ込むとこそこ。おお、バレちゃった。なんだ、まだいたの？どうしたんだよ。なんだ、まだいたの？それはいるでしょ。浮気なんかしてないよね。私は信じてるから。ごめん、なんでもない。お腹空いちゃった。なんか食べに行こうか。こっからですね。本当にそれでいいの？証拠は全部揃った。そう、あれだ、あのちっちゃいキーホルダーだけで証拠はそれだけ。そうね、浮気はね、良くないと思う。カメラでしょ、カメラ。カメラ見ないでくださいね。カメラ見てくださいよ。ね、絶対動画入ってるよね。そうね。いろんな動画ね。おお。ね。最初はね、みんな。そう、YouTube 以外の動画サイトにアップしてるよきっと。お、ダートパート。ダートパート。これ面白い。旅行のことについて。てか、この人服着ないの？明らかに静岡の話が見つかってる。あの子着ない。着ない。着なさい。あれ？選択できるんですね。あ、質問どうする？何温泉に行ったんだっけ？旅行には誰と行ったんだっけ？お、お、お、こういう質問をしました。ミサトが。あ、しました。大学時代の男だけど、この人と一緒に。口が。塚田。口が。わかりやすいな。これ開き直るの？笑顔がね、表情も。違う、私は温泉旅行に行っていない。これ浮気ってさ、追求できるタイプの人とできないタイプの人いるよね。私はね、追求、この人と一緒で結構ね、追求するタイプなんですけど。あ、俺もそう思う。皆さんは追求できますか？私結構追求しちゃうんだよね。ゴリゴリそう、ゴリゴリそう。もうさっきよりちょっと痩せたんじゃないですかね。ゲスでしたね。痩せたじゃなくて、やつれた。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 地上、地上、ちょっと。ガーン。結構、いろいろ追求されて。そうそうそう。早く服着ろよ。その休養が入っていけなかったんだ。
通に彼氏が温泉旅行行った時にこの格好に家来るね。この格好がマティオメイクだよね。本人がそう言うならそうなんだろう。急に予定が入ることだってあるだろうし、ハワイは急に入らない。やっぱり私に嘘をつかないといけない状況ってこと。浮気、その2文字が頭をよぎる。いつ塚田くんからハワイに行くって言われたの？塚田くんがハワイに行ったって。そんなことまで覚えてない。この人が嘘をついてます。なるほど、さすが名探偵。さっきから何言ってんの、意味がわからないんだけど。何言って、デートドタキャンしたこと怒ってんだろ。悪かったよ、お詫びに何か欲しいもの買ってやる、それで機嫌直せよ、とかこういうさ、こういう慰め方してくるのさ、すっごいムカつくよね。めっちゃめっちゃもうリアルだよ。もう入ってるね、完全に。ほらほらほら、やっぱりね、機嫌取ってごまかそうなんてムカつく。こうなったら絶対に浮気の事実を認めさせてやる。本当だよ。すごい入ってるんですよ。浮気の事実を認めさせるもの、これでしょ。証拠が4つある。これてめえ、これこの人は誰って。まだ分かってない。分かってない、女の人はまだ分かってない。そのユリは友達だった。ユリは友達だった。でも浮気相手ユリなのかな。どうなんだろう。人のカバンの中を覗くなんて、まあ、だったらすごいドラマチックだ。チャララチャララチャララって分かる人ね。この辺と次第で静雄が嘘をついてるかどうか分かる。本当だよ、本当だよ。そのキーホルダーどこで買ったの。逃れない質問をしよう。こんなの趣味だっけ。キーホルダーの、キーホルダーキーホルダーにて追求する、うん、めっちゃとぼけてる。誰とお揃い。誰とお揃い。誰と一緒にいた男友達みんなとお揃いだけど、そっち系。違うゲームだ。可愛い。このキーホルダー買ったんだ。違うゲームだよ。でもそういうキャラクターもいるから。もういるかも、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 こっち系も。エピソード1からそれ。エピソード1からそれ。お揃いなのは男友達とじゃないでしょ。怖い怖い怖い。怖い。音楽がね、めっちゃこう刑事ドラマっぽいよね。だから目が笑ってなかったね。これだよね。めっちゃボケてるけど、ゆりからもらった写真を突きつけた。この子とお揃いなんでしょ。最後に主人公が何か何ヤンデレになっちゃうか、うん、お浮気されて彼氏はもう良くない状態良くない状態明日から銀行行けなくなっちゃう。半年か、半年前の写真。半年は長いな。半年も騙されてたってこと。この浮気旅行がなかったら私はこのままずっと騙され続けていたかもしれない。あの写真が半年前のやつだったっていう。ああ、そういうことなんだ。ありえないんだけど、本当ですよ。違う、魔が差したというか、ただの出来心。魔が差して半年も付き合わねえよ。なんかだったんだ。すごい怒って。出来心で半年も続くわけないでしょ、最低。これいいね、ちょっと感情移入するね。いや十分、もう十分前からちょっとじゃないです、十分してます。お、なんか、お、怪しい。もう別れる、この裏エントランスにこの格好できちゃうんだ、しずお、ハンダでエントランス。え、外でも外でも外でも裸。落ち着いて、深呼吸しような。別れるって言ってるでしょ。別れるなんて言うなよ、頼むから。あいつとはただの遊びで、遊びでも浮気は浮気、ひどいよ、信じてたのに。悪かった、ごめん。遊びだけなら大丈夫。私は静雄に腕を遊びなら、遊びだったら、まあ、まあ、旅行ぐらいはいいんじゃないですかね。いいんじゃないかな。でもそのキーホルダーはダメだった、うん、キーホルダーはそれはダメだった。遊びなら大丈夫、うん、キーホルダーごときでバレるそのもうダメだね。この人もちょっと爪が甘いんですよ。甘いすごく甘い。キーホルダー誰とお揃いとか言ったらね。そうですよ。キーホルダーってさ、これ持ってんじゃん。そうです、そうそう。今さっきのはご当地キーホルダーじゃなくてどこにでもあるキーホルダーだから。そうですよ。妹からもらったとかさ、もらったとか、あ、
これお、何ですかね、最終なんて最後の選択、ファイナル選択、ファイナルデシジョン。最後の選択はダウトパートの重要な選択肢です。この選択を間違えるとバッドエンドに向かいます。バデンド、バデンド、バデンド。読んでみたい場合は A を、このままクリアしたい場合は、分かれる言葉を選ぶ。あ、試しに分かった、戻るから話をしよう。ふざけないで、戻るわけない。絶対 B 選ぶよね、これ。 B バッドエンド見ときましょうか。え、多分ね、これ始まったらバッドエンド見れないし、ちょっとバッドエンド見てみましょうか。策略的だな、俺。分かった、一旦戻ろう。分かった、一旦戻ろう。こっからさ、戻ろうって言える。まだ裸、まだ裸。ずっと裸、ずっと裸。絶対戻れないな、私。え、戻れる人います？いる？ちょっと。男じゃなくて、そうそうそう。私はね、結構分けされたら速攻別れるタイプ。ああ、そうだと思いますね。どうですかね、皆さん。だから彼氏のもの燃やすそうだよね。気付けたりする。彼氏の人形つ、人形だ。とかやりすぎない。怖い。そうだよね。え、いや、その別に深い意味はないんだけど、何言いたいことがあるならいいなよ。そばに服着ろよ。私の言葉を聞いて静雄の顔色がさっと変わった。はぁ、つーか、なんでお前にそこまで言われなきゃなんねえの。てかさ、お前まだ気づいてないの。何それ、どういう意味だから。ん、出たお前が浮気相手だっつってんの。マジかよ。本当だよ、マジかよ。今かぶったね、セリフがね。自分が言ったセリフとゲームが言ったセリフが一緒だった。マジか。やっと気づいた、お前ってマジでおめでたい残念美人だよな。ひどい、騙されてたのは私だったんだ。怒る時ってさ、顎が出てくる。ひどいとか言うの。あ、別れた、ベッドエンドになった、ね、あ、そ、これムカつくな、もう別れちゃった、別れちゃった。何言ってんねんって話だよ。何言ってん、はい。じゃあ正しい、絶対正しい。あ、なるほど。そんな冷たいこと言うなって、部屋に戻ってゆっくり話し合おう。俺はお前と別れたくない、絶対に別れない。いろんな意味で部屋に戻った方がいい。風邪ひく。温泉に行ったみたいな。はあ、それに長年付き合ってる彼女がいるっていうのは、職場とか飲み会でかなり好感度がいいんだ。最低。だから別れない。何言ってんの、本当だよ。またかぶったよ。またかぶったよ。やっぱお前くらいの大きさじゃないと。本当だよ、バカなの。だから大きさ。おー、なるほど。浮気する人ってさ、大体言うよね。いや、よそも行って戻ってきたからいいでしょって言うけどさ、いいわけないじゃん。何考えてんのってなるよね。笑ってるけど怖いな。怖い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 。本当だよ。なんで上から頼む、もう一回話し合おう。お、バチン。私は静雄に思い切りビンタを食らわせた。バチンって何の音だ。ビンタ。あ、そうです。違いなく男ってどうしてダメ男ばっかりなんだろう。こうやって簡単に嘘つかれちゃって、バカだな、私の方だ。私だって、なんだよ、私だって静雄がイケメンだから付き合ったんだからね。あ、負け惜しみってやつですね。負け惜しみ。この3年半の中でどんどん静雄が好きになっていた。優しくて私のことだけを考えてくれて、この人なら一生任せられる、そう思ってたのに。大地、ここの間ずっと裸のやつに。3年半ずっと裸ってくる。どこにいても。いや、嘘見えちゃったね。全裸で出てくるからいけないんですよ。ジェンナで出てきたの。え、ギャラリーがあのジェンナで出てきたから、あーとか。慌ててバスタオル拾って腰に巻くと、おぼつかない足取りでこちらに向かってくる。キャー、そんな格好で追いかけてこないで。本当だよ。バスタオル1枚で追いかけてこられたらたまったもんじゃないですよ。突っ込むぞ。いいね、この潔さ。佐藤、何を、お願い。このまま最後にもう一回だけやら。ねえ、どう思います？どう思います？こいつ、しずお、ほんとクズだよね。あ、いいねいいね、グーで殴っていた、素晴らしい。本当だよ、100年の声も冷めるよ。
信じられない。もう二度と嘘つき男には騙されないんだから。お、ダウト成功、ダウトクリアでした。静雄最低だな。静雄いいね。頑張ったと思う。頑張った。最後に、一番最後にあなたの隣にいるのは誰かしら。おー、うん、チュートリアルでしたけど、このね、そうです、史上は最低ですね。ちょっとね、そうです、詰めが甘くて甘い、うん、そうで、あ、やるなら皆さんちゃんとやってくださいバレないようにちゃんとやらないと、うん、ねえ、そうです、キーホルダーごときで ね、そうです、割れるようなあれはダメだね。そうです嘘をつくならちゃんとついた方がいいんです。そうですよね、ですよね、ですよね。このゲーム結構こうやって多分次々クソみたいな男が出てきて、クソみたいな男を成敗していくみたいな感じで、結構ストレス発散になりそうって思ったし、ストレス発散今日は一旦チュートリアル始動編が終わったので、このぐらいにしておきたいと思います。次からも多分次々こうやってスッキリできそうなので、楽しみに私もしています。はあ、ではまた次回。これから男の人が全員こんな感じか、え、わからない、どうちゃんとしてる人が、ちゃんとしてる人もたまにいるんだ、はい、いるか。ああ、どんどんレベルがアップするとこうなんか追求できない人、怖い男が出てくる。そうかそうですね、これはもう一番レベルが低い、一番詰めが甘いと思ってそういうことだ、そういうことだと思う。今わかったよ。なるほど、これ面白いですね。次がどんどんどんなやつが出てくるかね。そう